サンタフェフロンティアのユダヤ人とは、アメリカ西部開拓に貢献した中西部のユダヤ系、アメリカ人の開拓者たちのことを言う。19世紀、ドイツなどの東欧からアメリカに移住した者たちの中で、サンタフェトレールを西へと向かい、交易所拠点に、西部開拓に貢献した多くのアシュケナディム系、ユダヤ人たちがいた。一方で、スペインから迫害を逃れて、 スペイン領メキシコに渡ったセファルディム系ユダヤ人は、メキシコでも厳しい異端審問が始まり、安心な暮らしを求めて北へと逃れる者たちがいた。このようにして、東西と南北が交差するニューメキシコ州のサンタフェや、ダオスは、空前のユダヤ系コミュニティにとっての安住の地となり、西部開拓の拠点、中西部の交易の中心として、繁栄を築いた。 サンタフェ大聖堂のキーストーン今もサンタフェ大聖堂の正面の要石にヘブライ語が刻まれているのは教会建築に大きく貢献した地元ユダヤ商人たちへの感謝の印と言われている。スピーゲルバーグ兄弟。左からウィリー、リーマン、ジェイコブ、リーバイ、エマニュエル。スピーゲルバーグ兄弟は ソロモン・ジェイコブ・シュピー・ゲルバーグとリーバー・シュピー・ゲルバーグら6人の兄弟からなるサンタフェ発のユダヤ系勝者。ソロモンは10人兄弟の長男としてドイツに生まれる。東海岸に渡りサンタフェトレールでサンタフェに到着、見習いとアメリカ軍の調達係をしながら輸送ルートを確保し、公益書を設立、次々と故郷ドイツから兄弟を呼び寄せた。 最初にリーバイが到着し、1848年にスピーゲルバーグ兄弟が設立され、エリアス、エマニュエル、リーマン、そして最年少のウィリーが到着した。彼らはアメリカ軍の物資調達商人となり、またアメリカ先住民の公益商、展開、さらに金融業や保険や鉱山業も担い、アメリカ南西部に広がるビジネス帝国を築いた。 彼らはまた先住民の貿易所の運営を管理する権利を移譲された。1868年、ロングウォーク・オブ・ナバホと呼ばれる残酷で長い強制移住からナバホの人々が砦に戻った時、リーマンはディファイアンストリデの公益所のライセンスを獲得、またウィリーもウィンゲートトリデのライセンスを任された。1860年代初頭からソロモンとリーバイは、モンテズマ同鉱山会社を設立。 リーワンは1872年にウィリソン銀行産会社の取締役を務めた。南北戦争時には南軍の物資供給を担った。1870年まで兄弟者は南西部での銀行や保険会社の役割を果たしていた。活動的なフリーメイソンでもあった。シュピー・ゲルバーグ家は西フランシス大聖堂の建物の資金提供者だった。ウィリーはサンタフェ市長を務めた。 ウィリーの妻フローラは、サンタフェでの暮らしを生き生きと日記に記し、また町で最初の非宗教的な女子学校を始めた。2019年、シュピーゲルバーグの6人の兄弟の歴史を称える記念碑が剥ぎ取られ、ジューズといたずら書きされる事件が起こった。不寛容とユダヤ人差別の高まりの中で、サンタフェでは記録された初の破壊行為であり、衝撃をもって受け止められた。 1885年の写真、アコマのソロモン・ビボ総督とその証拠1885から1886、ソロモンは15。アコマ・プエブロ・ソロモン・ビボはユダヤ人商人で部族長に相当するアコマ・プエブロの総督となった。彼はプエブロ・インディアンの知事を務めた唯一の非戦住民となった。ビボは プロイセン王国のウェストファリアで11人の子供の6番目として生まれた。ドイツ革命後の弾圧を受け、兄のネイサンとサイモンに次いでビボも1869年10月16日、16歳でニューヨークに到着。英語を勉強した後、サンタフェで兄弟に合流した。先駆者であるシュピー・ウゲル家の資本提供を受け、ビボ兄弟はラグナや、 ウィングエイトトリデなどに公益書を立てた。兄弟はドイツ語、イディッシュ語、英語に加えて、いくつかのネイティブアメリカンの言語も学び、地元の先住民からも良心的な取引で評判を確立した。部族の農産物を店舗で販売し、契約の下で米軍のトリデに供給した。先住民は比較的公正な報酬を受け取り、農業技術を改善することができた。 兄弟はまた、プエブロとメキシコ住民との間の土地紛争を調停し、また、エベ人が市場価格以下で先住民の土地を購入するのを阻止しようと努力した。このようなビボ兄弟のスタンスは、アングロ系白人から好ましくないものと受け取られた。1876年、ソロモンビボは、アコマプエブロとアメリカ内務省との調停のために奔走した。政府は、 アコマの人たちが保有していると考えているより、はるかに少ない土地の権利を算出したので、アコマの人たちを助けるために、ケレサンゴを学び、実情を調査して、兄のサイモンと共に、内務省に何度か書面を送ったが、その交渉はうまくいかなかった。1882年12月12日、南高フラックと言われている崖の上にあるアコマプエブロとの交易ライセンスを、 内務省に申請し、最初のアコマの公益省を設立した。アコマの残った土地と家畜と鉱山の権利を保護するため、1884年4月7日、アコマの人たちは、微母兄弟に1万2000ドルでアコマの土地の30年間リースに、調印したが、それに驚いた、サンタフェの行政官に目をつけられ、一文弱あった後に無効にされた。1八8五年、ソロモンは、 アコマのフアナバレと結婚した。元アコマ知事の孫娘でカトリック教徒として育ったが、彼女は美母に習ってユダヤ教に改修した。この結婚により、ソロモンは正式にアコマの共同体の一員となった。その年、アコマの人々はソロモン美母をアコマ総督に選出し、人々からドン・ソロモンと呼ばれ、知事を四回務めた。ソロモンは、 近代的な教育システムの設置を支援し、あこまでの最初の学校教師を輩出し、自分の自宅を学校として提供した。何人かの生徒は、ペンシルバニア州、カーライルインディアン工業学校に送られた。先住民の学校は、共同体の中で、論争の的となり、世代間の不安を引き起こすことになった。総督を辞めた後、子供たちにユダヤ人の教育を受けさせるため、 ビボと家族はカリフォルニア州サンフランシスコに本拠地を移しニューメキシコとカリフォルニアを往復しながらビジネスに従事した。ソロモン・ビボは1934年5月4日に亡くなり後に亡くなった妻と共にカリフォルニア州コルマの墓地に埋葬された。彼らの6人の子供たちの何人かは後年ニューメキシコに戻り、子孫と彼の兄弟の多くはユダヤ人、ヒスパニック。 アメリカ先住民のミックスルーツとしてそこに暮らしている。2014年10月に公開されたメサの上のモーゼはソロモンとフアナの実話に焦点を当てた短編映画でオーランド映画祭の最優秀短編映画賞を受賞し30を超える映画祭での受賞作品に選ばれた。ヘンリー・エヌ・ヤファは青年時代にドイツから米国に渡り、 南北戦争後に西部に引っ越し、1879年、ラスベガスで事業を開始し、1882年にアルバカーキに拡大、1885年に最初のアルバカーキの市長になった。1897年、ニューメキシコ州の最初のシナゴーグを組織した。ネイサン・ヤッファは1878年に、ドイツから米国に渡り、コロラド州トリニダードに定住。 1899年、ラスベガスからに、アルバカーキに移り、ニューメキシコ州が1912年に州になるまで、領土長官を務め、その後サンタフェの市長などを歴任した、活動的なフリーメイソンでもあった。ラポーサダ・ホテル・アブラハム・スターブは1839年に、ドイツの村リューグデで生まれ、15歳の時、アメリカに渡って、兄弟のザドックと合流、サンタフェで、 最初のアシュケナージ系ユダヤ人開拓者として成功していた10枚のシュピーゲルバーグの下で働き店舗を持った。1865年にアブラハムはリュウグデに戻り同郷のジュリアと結婚式を挙げ彼女をサンタフェに迎えた。1882年、プラザの近くにフランス第二帝国様式の3階建ての最高級のヨーロッパ素材で出つえられた大邸宅を建て、 妻ジュリアと共に暮らし、サンタフェの社交界を華やかにした。この建築は、今では、美しいアドビー建築のラポサラで、サンタフェリゾートスパという高級ホテルになっているが、また、ジュリアの幽霊が出る場所としても伝説化され、観光の呼び物ともなっている。ルイ、サミュエル、サイモンのダノフ一家は、1881年に、リトアニアのビルナ生まれ、1907年に、 アメリカに渡り、ニューメキシコのギャラップでナバホのリザベーションにダノフビルと呼ばれる公益所を設立。ジェーン、トーマス、ジューイッシュパイオニアーズ・オブ・ニュー・メキシコ、ミュージアム・オブ・ニュー・メキシコ、サンタフェ、NM、ミュージアム・オブ・ニュー、メキシコプレス、ISBN0 から890134669、オク五5272万1008、ホーズ、スタンリー・ M ・ツー・ザ・エンド・オブ・ザ・アース、 エイヒストリーオブザクリプトジューズオブニューメキシコニューヨークコロンビアユニバーシティプレス ISBN 0-231503180奥く62124339レビンシャリジューズオンザフロンティアデリジョンモビリティインナイティンズセンチュリーアメリカニューヨーク ISBN 九百七十八から978-1479830473億九億八千二百五十三万二千七百四十二ありがとうございます。